肌に刺さるような冷たい風が家々の間をすり抜ける。灰色の空を見上げれば伝説の霊峰がそびえる麓の町。登山に挑戦しようと準備する冒険家たちの中に一人の女の姿があった。他の冒険家の豪傑ぶりと比べて体育には恵まれていない。だが女の瞳には他の誰にも負けないほどの固い覚悟の意志が宿っている。女はまだ若いが冒険歴は長く数々の経験を積んでいるのだ。精神を研ぎ澄まし深呼吸。戦いに備え思い出す。山に入る前、女は霊峰に関する様々な噂を耳にした。やれ、山には人を襲う荒ぶった雪男が現れる。やれ、頭頂付近には万能の薬草が生えている。やれ、山で死んだ者の声が登山家を闇に誘う。人を怯えさせる不穏な噂もあれば、幻想的で不思議な噂もあった。壮大にして幽玄、前人未到たる伝説の山のこと。人々の敬虔な畏怖や脅威が様々な憶測を生むのだろう。女は山に思いを馳せながら決意を新たにする。そして女が装備を整え準備を終えた時、町に住む人間たち、特に女性たちが心配そうに声をかけてきた。あなたが山に挑むのは危険すぎる。女がこの山に登るのは無謀だ。残された家族のこと考えてあげて。人々の小姉はいたずらなものではなく、真剣に女を気遣うもの。女をいたわりながらいさめるもの。彼女たちは多くの男たちを見送り、その敗北を見てきたのだろう。その中には彼女たちの家族も含まれるのだろう。家庭が崩壊した妻や娘も少なからずいるはずだ。彼女たちの山への感情は複雑にして怪奇である。しかし女は言われずとも彼女たちの憂いを知っていた。いや、知るどころか自らの人生で経験していた。なぜならばこの山は女の父親である冒険家が子を宿した母親を置いて挑み、挙句にあっけなく命を落とした場所なのだから。母親のお腹の中にいた子供、女の弟はその時すでに健康を損なっていたらしい。運が良くても果たして無事に出産できるかどうか、医者にも辛辣な診断を下されていた。幸い弟は元気に生まれすくすくと成長したが、それも結果論ではある。そんな時に母親を置いて父親は登山を優先した。そして帰ってこなかった。女が子供の頃は父親が何を捨て何に挑もうとしたのか理解できていなかった。なぜ母が苦しんでいる時に父親がいなかったのか、なぜ父親が山を求めたのか、父親が極めようとしていた冒険への憧れ、それを女が理解できるようになったのはしばらく後になってからのことだった。お父さん、ああいう人だから。母親は父を疑う女をよく捜査とした。嫌悪感や抵抗感がなかったかといえば嘘になる。だが女はとあるきっかけから父親の日記を読んだ。その日以来すっかり父親への視線が変わった。あまりにも不器用な人、そして超えるべき人。父親と同じ冒険家の道を選んだ女にとってこの霊峰は因縁深い旧敵のような相手だった。
今でも昨日のことのように思い出す。まだ日記を読む前、かつて父親がこぼすように女の前でつぶやいた言葉。お前が男だったら俺と一緒に冒険できたのに。今になって思えば、単純に娘を危険な目に遭わせられないと考えたのかもしれない。子を産み、冒険から離れた妻を見て、共に冒険をし続けることはできないと思ったのかもしれない。しかし、聞いた時はただ理由のわからない涙が溢れた。寂寥とも悲哀とも違う言葉にできない感情が女の中で膨れ上がった。やがて爆発する父親への反発。それ以上に自分がなぜ女性として生まれたのか、どうして父親の思いに応えることができないのか、理不尽な悔しさに耐えられなかった。父親へ抱いていた複雑な感情が解け、理解できるようになった今になっても、その悔しさを女は忘れない。だから清算しなければいけない。そのためには父親が敗れた霊峰に挑み、その頂を我が物にする必要があった。男だったら一緒に、私が女だから。そんな妄念を振り払い、一人前の真の冒険家になる。娘として実力を証明してみせる。恐れや不安がないわけではないが、ここで引くわけにはいかなかった。母親は呆れて笑うだろうが、これも血なのだ。絶対に負けないよ、お父さん。かつて女が編み、父親に渡せなかった手袋を持って、冒険家となった女は山への一歩を踏み出した。町にいた頃とは比較にならぬほど風が冷たくなっている。冒険家の女は父親がその人生の最後に挑んだ山、敗れた山を登り始めていた。すでに険しい山道ではあるが、父親を超える決意をしているのだ。その顔に疲労の色が見えようはずもない。いや、むしろ勇猛さが湧き出んばかりに、その表情は荒々しく喜びに満ちていた。それは女の父親が一度も見たことがない娘の表情だった。あんなに可愛らしく幼かった娘が、愕然とした顔で一人の男が女を見ていた。そう、女を見守るように立っている男は、かつて山に挑み命を落とした女の父親。霊峰に残された冒険家の魂の残滓だった。存在はうつろで不可視であるが、どこか暑苦しい、そんな霊魂。大きく成長し大人びた女の姿を見ても、男はすぐにそれが娘だと気がついた。厳しい山に挑み、孤独に己を追い詰めながらも溢れ出てしまう女の興奮と愉悦の笑み。紛れもなく男の血を継いだ人間のそれだ。しかし男の胸に去来するのは、娘の人生を思いやる感傷ではなかった。何より気になるのは、女による登山の冒険の手際。男と同じように霊峰の踏破を選んだのであれば、相応の腕、練度の高い技術、そして何より気迫が必要だ。特にこの霊峰では、中途半端な決意だけがあっても
すぐに足をすくわれる羽目になるだろう。男は娘である女の一挙一動を観察し続ける。男も知る通り、この山は難所だらけだ。地獄の底のように深い大地の裂け目、唐突に降り出し乱舞する壮絶な吹雪、男が気合と根性だけで乗り越えた関門が容赦なく女を襲う。だが女は男の気合や根性とは全く異なる方法でそれらの苦難に臨んだ。男が腕力と脚力で強引に渡ろうとした裂け目には、持参してきた折りたたみのはしごをかけ器用に渡る。そんな小さなはしごでは命を落とすぞ、男が大声で指摘するが、所詮は過疎劇死者の声、女の耳には全く届かない。慌てる男を尻目に足を踏み外す女。それ見たことか。男は目を覆って嘆くが、女の悲鳴は聞こえてこない。女の体はあらかじめつながれていた命綱で支えられていたのだ。慌てず冷静に手際よくはしごの上に戻った女は、そのまま慎重に裂け目を乗り越えてしまった。己では持ち得なかった周到さ。男は女の手腕に舌を巻いた。しかし裂け目を越えたところで、男が予想していた突然の猛吹雪が女を襲った。あっという間に奪われる視界、真っ白で一寸先も見えない。けたたましい風の音が聴覚も奪ってしまう。かつて同じ状況に陥った男は、己の野生的な勘によって何とか進路を導き当てた。娘にも自分の勘は遺伝されているだろうか。不安でいても立ってもいられない男だが、女は男の思慮に反し一切狼狽する様子がない。そしてごそごそと荷物を探り始めたかと思うと、女は方位磁石を取り出した。女は正確に南北の方角を示す針を見定め、一歩一歩慎重に進路を導き進んでいく。そんな道具が存在していたのか。方位磁石自体はかなり昔から存在する道具だったが、男はまるで初めて見たかのように驚いた。とかく昔から男は勢いのみで冒険していたのである。やがて吹雪もおとなしくなり、視界が開けていく。男は娘の行動を観察しながら、自分と娘の違いに感じいる。手法は異なるが、娘は間違いなく冒険に命を懸ける一人前の冒険家だった。娘がこれほどまでに成長していたのか。男は自分の偏った考えを顧みるわけでもなく、優秀でたくましい冒険家の誕生を喜んだ。男の満足そうな視線に一切気づくわけもなく、女は順調に山道を進む。この調子であれば山頂に至ることも不可能ではないかもしれない。いや、きっと到達できるだろう。男と女がそれぞれ確信を得ようとしていたその時、女の耳が飢えた獣の呼吸音を捉えた。息を殺し目を凝らす女、そこにいたのは山に住む野生の狼だった。一匹だけではない、群れをなした無数の獰猛な狼たちが貴重な獲物であろう女を睨んでいる。男と女が身を引き締めた。手の出しようがない男の拳はきつく握られている。女は深く息を吐き出し、狼と対峙した。
魂だけの存在となった父親に見守られながら厳しい雪山を順調に進む女と、それを取り囲む狼の群れ。その場を満たすは山の乾いた霊気とぶつかり合うひりついた殺気、あるいは人の営みでは味わえない生への渇望。狼の群れと冒険家の女は初手を探り合っていた。互いに力量を侮ればそちらが敗れる。女も狼たちもそれを理解していた。一方、冒険家の男の残滓は少女のあまり先手を打って暴れ回り、どうにか狼を追い払おうとしている。だがその踊りのように滑稽な身振り手振りはどちらの視界にも入らない。娘が目の前で食い殺されるかもしれないというのに、男がはがみしているとぐしゃり、雪を踏みしめる小さな音が静まり返った山に響いた。先に動いたのは群れの先駆けを務める狼。地面を蹴り大きく飛び跳ねる。女を俊敏に襲う鋭く獰猛な牙。絶叫を上げる冒険家の男。しかし次の瞬間、地面に叩きつけられていたのは狼の方だった。狼の群れの間に流れる動揺、女はそれを見逃さず自らを取り囲む狼に一匹また一匹と拳を叩き込む。そしてとどめの一喝、狼たちは完全に戦意を奪われ、文字通り尻尾を巻いて逃げ出した。これまで努力と機転によって巧みに困難を乗り越えてきた女。ここに来て女は単純で強靭なる戦闘力により圧倒的な勝利を得た。そして無言で先へと進み始める。どうなることかと思ったが、さすが俺の娘、余裕だな。男は狼狽していたことも忘れ、誇り高く笑う。生前であればいつまでも繰り返し気分を高めてくれる山の小玉が聞こえないのが男にとって唯一の不安だった。女は父親が大笑いを上げていることなど知らず、先へ先へと進む。その姿を見失いそうになって男は必死に追いかける。やがて女はついに霊峰の山頂に鎮座する神殿の前に立った。かつて冒険家の父親が目指し、しかしたどり着けなかった伝説の地。その荘厳な風景を目の当たりにし、女はようやく自分が父親を超えられたことを自覚した。これでも女は冒険家になれないの、お父さん。興奮と高揚感に酔いながら言葉を吐き出し、一息ついて地面を見やる。その時女は何かが落ちていることに気がついた。それは手帳だった。日記や記録に使われるどこにでも売っている平凡な手帳。手にしてみた女はパラパラと中身を眺めてみる。そこに書かれた手書きの文字に女は見覚えがあった。父親の文字だった。物心ついた頃に読んだ父親の手記、娘の誕生へのこらえきれぬ感動を記したあの日記。一気によみがえり色づく父親との記憶。女が噛みしめるように思い出に浸っていると変化が起こった。女の目の前に汚れた姿の大男が突然現れたのだ。町で噂されていた雪男か。さすがにそんな相手への対抗策は用意していない。
女が恐怖の悲鳴を上げようと仕掛けた。その時、見えるのか。雪男が懐かしく低い声でそう言った。女は困惑しながらも雪男の正体を察する。神殿に宿る神秘の力なのか、手記が起こした奇跡なのか。女は魂の残滓となった父親の姿が見えるようになったのだ。本来であれば涙ながらに抱きしめ合い、予期せぬ再会に喜び合うであろう父親と娘。だが二人の因縁深い関係は一般的な親子のそれではない。父親の方も娘の方も伝えたい言いたい言葉が多すぎる。最初の言葉が出てこない。静音に包まれた礼法の頂で、とてつもなく気まずい沈黙が二人の間に流れていた。遥か彼方の木枯らしの音も聞こえてくる深山の静寂。多くの冒険家が登頂し得なかった至高の頂。そこで、もごもごと口をうごめかせる冒険家の親子。女が言葉を紡げないのは、死して霊魂となった父親の姿が見えるようになった驚きのせいではない。幼き頃の記憶のままの姿に涙がこみ上げてきたのを必死でこらえているからでもない。もちろん胸の底から溢れ出る恨み事の数々が喉に殺到して詰まっているからでもないはずだ。永久とも思えるその沈黙を終わらせたのは父親である男だった。あの日、山から帰還できなかったあの時何が起こったのか。何ら不思議な不測の事態は起きていないと男は言う。普通に手を滑らせた。普通に崖から滑った。それでも何とか体は動いた。感覚を失いかけた足を引きずり、這いずるようにして山頂にまではたどり着いたが、そこで力尽きた。語るべきこと何もない。このざまだよ。共に暮らしていた時はあまり見たことがない朗らかにも見える次長の微笑みだった。あんなに意地ばかり強かったのに。女は妙に新鮮な印象を覚えた。この様子ならば残された家族についてのことも語ってくれるのだろうか。女はほんの少し期待するが、男はすぐに話題を変えた。これまでどんな冒険をしてきたんだ。楽しそうに聞く男。母はどうしているか、息子はどうしているか、そんなことよりも気になるのは娘の冒険記録。感動の再会になり得たはずが、最悪の形でぶち壊しにされてしまった。家庭を顧みなかったことへの謝罪の言葉の一つもないのか。他にもっと言うことがあるだろう。女は感情的な文句を言いかけそうになる。しかし、父親はいつもそうだった。今さら責めたところで何も変わらないだろう。それに、死者に心変わりされたとして、女が得ることは何もない。父はどこまでも父だ。女は呆れながらも笑い、自分の冒険譚を語り始める。この霊峰にはかなわないまでも、他にも多くの深山幽谷を越えてきた。
凶暴な獅子が群れ集う広大な草原を徒歩で踏破したこともある。大海原に繰り出し大海賊のお宝を求めて大海魚と戦ったりもした。お父さんならどうするだろうっていつも思った。女の大胆にして精緻なる描写の体験談を聞きながら満足そうに何度もうなずく男。娘の成長を喜びながらもその心を埋めていくのは別の感情。果てない冒険心。そうだな、お父さんだったら。言いかけ天を仰ぐ男。自分だったらどうするのか。男は今になっても娘の冒険に刺激されていた。自分だったら、俺だったらこれからどうするのか。お前と同じだな。俺とお前は同じだな。男はしんみり述べてさらに勢いよく続ける。一つの場所にとどまるなど冒険家ではない。一瞬納得しかけた女が何か返そうとした時にはすでに男の姿はそこになかった。男がいた場所には神々しい氷の粒がキラキラときらめいているのみ。しばし眺めていて女は悟る。霊法に囚われていた男はようやくこの時解放され召されたのだ。無念さえかき消す豪病がごとき冒険心によって次の生につながる新天地へ。一人の冒険バカは至ったのだった。数十時間後、女は大きな怪我もなく元気な体で下山していた。そのまま母と弟が歓迎してくれた家に帰り、あの時拾った手記のことを思い出す。あの日、日記を盗み見たような幼子の気分で、女は再び手記を開いた。そこに書かれていたのは、母の体に宿った女の弟に対する思い。家族への深い愛、そして霊峰の山頂を目指した理由。息子のため、真偽の定かでない万能と言われる薬草を採取しに来たこと。母も自分もそんなことは聞いていなかった。ただ冒険心のみで山を目指したのだろうと。そう思い込んで、勝手に複雑な思いを、ほんの一言自分たちに本音を伝えてくれていればそれだけでよかったのに。それだけで、言うだけなら簡単だ。しかしそれをできるような人ではなかったのだろう。そういう言葉を持てる人ではなかったのだろう。その性根はしっかり自分にも宿っている。父親の真意を知った女は自分が女だから男だからという呪いにかかっていたこともすっかり忘れて手記を閉じた。そして結局渡せなかった手袋を手記に添えて女は本当に不器用な人だったなぁ。つぶやき、温かく笑った。